何これ、釣り場情報なんていうのもありますけど、JR になってますね。何この建物、めっちゃ歴史ありそうですけど、商工会議所、旧島ヶ原支所だから、もう移転して今は使ってないみたいですね。うわー、これは相当、これは大正とかの可能性全然ありますよね。うずき、何これ、左上のと、あ、右、月ヶ瀬道や、月ヶ瀬、だから、右に行くと月ヶ瀬だから、京都の方のね、あの次の駅ですよね、月ヶ瀬駅。あそこの駅もね、ちょっと映える駅なんで行ってね、取れるものはぞぞりたかったですけど、ちょっと今日は無理っぽいですね。で、右に行くと上野っていう、昔の道先案内ですね。いつのだこれ。あ、掘ってあるわ。大正7年3月。おぉ、大正7年。これ、ね、昭和6、7、ちょっと、ここさが60、あ、これは結構新しいな。え、じゃあこれ大正時代。あら。いや、そんな気がしますもんね。なんか大正時代な感じありましたね。これは大正、昭和な感じですけど。すごいな。ここは今何使っとんの？特に何にも使ってないのかな。映画の舞台とかに使いそうですけどね、整備したら。まるっとなんかそういった貸しスタジオみたいにしても面白いかもしれませんね。うちのサークルで作りましょうかね。そんな創作作品でも一つでもね、そうですよ、うちも20周年ですからね、大々的にいろんなことねやっていきたいですからね。はい、あ、そうだ、先に発表、多分この動画が流れるよりも先に発表が出てると思いますけどね、一応それに向けてね、12月は毎日更新ね、そう、あの12月でなんとうちのサークルが20周年ということでね。へぇー、ショート、あ、やってるだ。あ、こっちの方にもいろいろあるし、おどんかこう、これは細いな、しまった、しまった、しまった、しまくらち、そこまで暑くもなく、ちょうどいいね、散歩するのには。ちょっと道は路肩もないですからね、気をつけないといけませんけど、シャディのサラダ缶だったりますよね。シャディのサラダ缶は今までも普通にあるな。ちっちゃなお店ですけどね、売り上がりますよ、価格騒乱、すごいですね。騒乱しちゃうんですね。隣も住んでないのかいな。もう使ってなさそうですね。ここは使ってません。あ、ここが支所なんだ。へえ。島ヶ原支所。で、あ、ここは消防団じゃなくて文書かな？この感じは常駐してる文書みたいですね。なんていうか、なんか A 列車で行こうで、なんかこう、こじんまりした街を作ったみたいな感じで。なんか一通りがちゃんとピチピチって揃っとっていいですね。島ヶ原、あ、そうですね、文書ですね。お食事どころが出てきたぞ。105がないんだな、そういえば。こっちの方だと105の方が強いイメージだけど。手作りの食事どころ5000。はさめずは結構奥の方にあるんですね。この福岡醤油店のね、ハサメズっていうのがね、この辺りで有名。三重県におったらね、スーパーさんとかに行ってもね、結構普通に売ってますし、あの、ちょっとね、料理に使うのにいいみたいです。ちょっとね、今度一回ハサメズでなんか作ってみましょうか。三杯酢みたいにしてなんか、きゅうりの酢のものとか作ってない。酢のものもね、また酒のあてにもいいですしね。よいしょ。いやー。で、ちょうど一周した感じか。
で、島原温泉とかさっきのところはだったね、ちょっと行ったところ2キロ先ですもんね。うん。そうそう、ちょっと離れたところ。まあ、車で行くのは本当に全然なんてことないんですけど、ちょっと歩いていくと思うとちょっと大変かもしれないかな。まあでも汗かいてもね、ね、向かうまではね、汗かいてもね、そんな汗をね、素敵な温泉で拭うことができますから、確約されてますからね、それはそれでいいですからね。あ、赤になったし、せっかくやからちょっと中買ってこうかな。ちょっと飲み物一つでもよいしょ買ってこっかな。よっしゃ、ちょっとやっていこう。さあ、買ってきました。下川、JA マート島ヶ原とかってなってたかな。あ、名前入れときますって、こんな。いや、よかった。めちゃくちゃよかったですよ。あのね、いろいろとちょっと買いました。意外なものが売ってたんでね、ちょっとね、思わず店内でね、おおと、独り言で叫んでしまいましたけどね。まあ、もうちょっと時間ありますんで、島ヶ原の駅のちょっとベンチあたりでね、ちょっと、食べて一服しながらね、やろうと思います。まずね、これね、お稲荷さんね、あ、ちなみに店員さん完全にやっぱし西の言葉になってますね。うん。そう、伊賀に来るとか、もう完全にね、大阪府というかね、西言葉になりますんでね、うちらと違って、全然衛生感がない。まあ、うちらも衛生関西弁ではないんですけどね、本来。ね、ということで、これ、お稲荷さんね、そう、こっちに来るとね、三角になる。これでね、やっぱ西に来た感が出ますよね。そうそう、思わずね、ちょうどね、お惣菜ないかなと思ったらね、ちょっとだけでこういうふうにね、売ってましたんでね、いや、こういうのがいいんですよ。こういうの食べると、なんか、旅してる感が出ますよね。よいしょ。で、次が12時、何分やったっけ、10分。あと15分ぐらいありますから、ちょうどいいや。ちょちょっと食べてね。ちょうどコミステパンもありますんで、ちょっとさせてもらって。で、他のやつもね、ちょっと出そうかな。よいしょ。よいしょ。お稲荷さん。いくらやったかな。値段はレシートもらってきてあるんで、それ見てみたい。作っとるところは、北名古屋から持ってきてるんだ。名古屋なんだ。あれ、もう関西でどうのこうのとか、名古屋でしたね。すいません。まあいいや。名古屋流通なんですね。伊賀だと結構、どん兵衛も西になってたりするんですけど、こっちはでも、東っぽかったな、そういえば。よいしょ。でね、何が良かったってね、お茶が切れたんでね、お茶は買い足したんですけどね。もう、こういうところのね、大体ちょっと地方に行った、個人の、ね、売店とかで買う場合って、大体相場と140円、150円とかね、まあコンビニよりちょっと高いかなっていう値段がね、相場ですけど、なんとね、ここ78円だったんですよ。ありがたい。78円だったらね、スーパーで見てもね、お安いってなる価格ですからね、ここの、まさかね、ちょっとね、こういったね、地方に来てね、この値段で売ってくれてるとね、本当にね、助かります。結構これね、飲み物代ってね、歩いたりしてるとね、大きくなってきますからね。でね、ドリンクだとね、もうちょっと面白いのが売っててね、これだけで業かな、なんていうの、面白いものが売ってましてですね、全郵便局員さん驚きです。なんと、つぶらのカボスが売ってました。って。つぶらのカボスです。あのつぶらのカボスですよ。あの、こんな、郵便局のね、販売奨励商品のね、ノルマじゃなかったね、自爆商品じゃなかったね、で、有名なあのつぶらのカボス、なんとね、市販で売ってるんですね。初めて見た、私。思わず買っちゃいました。ですので、もうね、どうしてもカタログでね、買う時期も逃してしまってね、もうどうしてもつぶらのカボスが飲みたい郵便局員の皆さんはね、島ヶ原来たら買いますよ。いや、これは本当に発見ですよ。郵便局員以外の人にはね、なんのこっちゃって呼ばれる商品かもしれません。郵便局員なら絶対みんなが飲んだことあるし、絶対誰もが見たことがある、このね、このつぶらなカボスの顔ね。そうそうそう。あともう一つなんかありましたね。つぶらなカボスともう一つ、つぶらなシリーズがあってね。そうそうそう。これがね、届くとね、重たいな。ケースで届くから。そうそう。さあ。あとはね、なんかね、この胸かかいそスープとかって、これはまたね、家でね、開けたいと思います。って感じでね、結構取れ高があった、やったって感じなんで、ちょっとお稲荷さん食べてね、くつろいでいこうかなと思います。Thank you.
うまかったうまかった、ペロリと食べれました、うん、で案内の出てたお食事屋さんここにあったんですね。駅の真ん前ですね。駐車場もあって、こう、ね、お客さん入ってますね。京都ナンバーが多いかな。まあ、もうここすぐ隣が京都ですからね。この前、抹茶ソフト食べたところね、この抹茶ソフト食べた、何でしたっけ。南山城村ね。そうそう、もうすぐだから。まあ、あそこもあそこでね、魅力的な街ですけどね、島ヶ原も負けてないということですね。さあ、ちょっとお手洗い貸していこう。一つだけ懸念材料はあって、12時10分に亀山ホームってお互い入れ違うんですよね。ってことは12時10分の電車に乗るってことは、少なくても次来るのはこの13時9分の電車がかかるな。これはかかるぞ、怖いな。今日10分前になるとゾロゾロとお客さんとか、あ、ヤブチャイの湯の草原のやつも来てますね。よいしょ。やろかな。あ、すみません。これは書いていいですか。ちなみにここは、前はもう一線あったのかな。もう一線どころじゃなかったっぽいな。ここでなんだ、島ヶ原駅面白いぞ。なんだ、これはホームっぽいのな。車止めになってるけど、なんだなんだなんだ、これは留置線みたいなのがある。面白い面白い。で、高さ的には向こうもなんかそのまま渡りそうな感じ。なんだろう、2駅でもやったのかな。へえ、面白い。この面白いですね。よいしょ。あ、でなんかこれみたいですね。で、昔は多分閉塞とかもここでやってたんでしょうね。へえ。で、月ヶ瀬口の方、あ、そうね、行くということでね。あ、これね、じゃあ、私はね、今から、その、目指すわけです。最東端ね。最東端ですからね。名古屋、大阪、伏線電化でつなごう。え、関西本線伏線電化、壮大な夢を語ってますね。楽しいですね。暑くないからいいや、風も、適度にあるし、あまり強いとね、カメラワーク的にね、厳しいんでね、これぐらいがちょうどいい。いやー、素晴らしい。絶好ですね。お、ちゃんと鳴るんだ。結構ちゃんとした穴に流れますね。あ、ちゃんと鳴るんだ。西日本館ありますね、三重県ですけど。おお、ほら来た、鴨駅ね、鴨駅じゃないですか。ほら、こう鴨ってなってますね。読み間違いもしてないぞ。すごいな、最東端の駅までこれで一発で行けるみたいですね。いやー、楽ちん楽ちん。よし、乗りましょう。さあ、じゃあ鴨駅目指しましょう。